えつよつよエンジニア社長の菅沢です。今日はマネジメントが苦手だと思ってる人が、こうやればマネジメントできるようになるよというような秘訣をお伝えします。この動画を見ることで、あなたも確実に立派なマネージャーになれます。このチャンネルでは、こういうような、まあ、面白い情報とかためになる情報っていうのをどんどん配信していくので、よかったらここでちょっとチャンネル登録の方お願いします。で、まず、あなたが今30歳になってなかったらチャンスです。20代は性格とか能力など、大きく変わっていく時期なんです。 これまでも、まあ、うちの会社の中で、えー、20代で入社してきて全然マネジメントできなかったのにもうメキメキできるようになるような人たくさん見てきました、まあ、逆に30代超えちゃってる場合は、まあ、結構厳しいと言わないといけないですどうしても変わりたい場合は価値観をリセットしてピュアな気持ちでこの話を聞いてみてくださいじゃあ早速話してきますが皆さんですねあの自分がマネジメントをやりたいかできるようになりたいかっていうのははっきりしてないですよね、まあ、本当にやれるかどうかっていうのが半信半疑になってると思うんですまず言えることは必ずマネジメントできるようにならないといけないよっていうわけじゃないってことです プログラマーとかエンジニアとしてチームを持たず プレイヤーとししてて充実した人人生を送っている人も結構いますでも僕は20代ならあえて一度はマネジメントやってみるべきだと言いたいです。マネジメントが得意になった方が幸せになる確率は上がります。なぜか、それを今から説明します。マネージャーっていうのは意思決定者です。なんでチームとか部下をコントロールする存在なんです。マネージャーと部下の関係をゲームに例えると、あなたが誰かの部下だった場合、あなたのコントローラーっていうのは上司が握ってます。あなたは上司の指示通りに動いてどう動くかっていうのは全部上司が決めていることになります。現在 多くのサラリーマンがまあこういう状況ですがこれって面白くないですよね次にあなた自身のコントローラーをあなた自身が握ってる場合ですこれはまあ例えばフリーランスで自由度が高かったりサラリーマンでも大きな裁量が与えられて自由に動きやすい人ですねこれはさっきよりは格段に楽しそうですよねでもそれでも所詮は1人あなたがコントロールできる範囲っていうのは限られていますそしてあなたがマネージャーとしてチームをコントロールしている場合っていうのはこちらですどうでしょうかできることっていうのも格段に増えた感じしますよねあなたはマネージャー なんでその全ての人を完全にコントロールすることもできますがあまりやりすぎると部下は面白くないかもしれませんなのであなたは部分的にコントローラーを部下にも渡して、まあ、みんなでコントローラーを持ちながらえチームワークを発揮するように設計することもできます、まあ、そのさっきの3つの中でどれを選ぶって言ったらもう絶対このパターンですよね実際にあの MMORPG っていうのはこういう形になってまして、まあ、こういうゲームみんな大好きですよね MMORPG っていうのはなんかみんなでログインして連携しながらあの目的を達成していくようなゲームで そういうジャンルがありまして、まあ、こういうゲームみんな大好きですよねコントローラーを握るっていうことは、まあ、自由を手に入れることでもあります神戸大学の調査では自己決定指標という、まあ、自分のことを自分で決められるかどうかの指標が高い人ほど幸福度が高くなるっていうことが分かってます自己決定指標は年収よりも幸福度に影響しますいくら年収が高くても自分で決定できるっていう指標が小さい人っていうのは幸せになれないんですいくら年収が高くても自分でコントロール でできる範囲が狭ければ人生は面白くないんです、まあ、ちなみに僕は19歳の時から、まあ、ベンチャーでバリバリ働いてきましたでも周りにはいわゆる装飾世代っていうのか、まあ、お金とか権力とかっていうの興味がないっていう人も多かったですこれからそういう装飾の時代なのかなというふうに思ったこともあったんですが、まあ、本当はみんな熱く燃えたいんだってことが最近分かってきました例えば世界一売れた漫画としてギネスブックに登録されたのは「ワンピースっていう漫画ですこれめちゃくちゃ熱い漫画ですよね、まあ、あとは最近流行ってる動物の森 うちの社員なんかも結構みんなやってるんですが株で儲けてやろうということでみんな盛り上がってます僕も最近は少しそういうのやってみてるんですがどうしても仕事の方が面白くて全然続きません最近はまあリアルな株式で数億円調達したりしまして、えー、熱い毎日を送ってますみんなアニメとかゲームみたいな熱い毎日本当は憧れてるんですけど怖かったり周りに成功事例がないっていうことでなかなか大胆な挑戦ができてませんでもワンピースのような人生を過ごしている人も確実にいますそういう人はやっぱり仕事で成功してる 人っていいうのが多いですもう少しリアルな社会の話をしてみましょうこれらの会社は皆さん知ってると思いますがこの8つの会社の共通点って皆さん何だと思いますか それはこれらの会社全てがエンジニアによって創業されたっていうことです。エンジニアは僕もそうですけど、本来経営とかマネジメントが得意じゃありません。そんなエンジニアがマネジメント力をつけた時に社会を変えるような大きな会社が生まれるんです。一エンジニアとして目の前のものづくりに熱中するっていうのも確かに魅力的なんですが、せっかくならチームを動かしてビジネスに挑戦して大きな成果を出したいと思いませんか？まあ、ここまで聞いても、まあやっぱり自分にはマネジメント向いてないんじゃないかって思う人もいると思うんですが。でも。 大変に大丈夫です挑戦してみてください僕も10代の頃は、まあ、人見知りで暗くて絶対にマネジメントができるようにならないと思ってましたでも一度きりの人生なので まあ恥ずかしくてもいいし、傷ついてもいいし、思いっきり挑戦してみようと思いました。もちろんまだまだの部分もあるんですが、まあ、なんとか15年経営を続けられています。まあ、僕もあなたも100年後には必ず死にます。何も恐れることはないです。もう少しでも興味があるんなら絶対大丈夫です。マネジメントに挑戦して、まあ、自分のことは自分でコントロールできるっていう人生に変えましょう。逆にここまで聞いてもやる気になれないんであれば、もうこの動画を見る価値はありませんので。 これさよならです。まあ、僕の力不足でごめんなさいでした。まあ、それではここからマネジメントを身につけるために必要なメンタルの持ち方について説明します。まず今皆さんが思ってるなんか向いてないとか才能ないからみたいな思いをまずは捨ててください。まあ、僕も 実は起業してから8年目ぐらいまではそう思ってたんですがさすがに15年間も続いてきてるのでなんか向いてるとか向いてないとかもう考えるのをやめました、まあ、ただやり続けて少しずつ成長していくものだと思ってます、まあ、そして一つだけ強く思ってほしいことがありますそれは勇気を持つことですここに一つの本を紹介します嫌われる勇気っていう本です国内だけでも 250万部売れてます。すでに知っている人も読んだ人も多いと思うんですが、まだな人はぜひ読んでみてください。書いてあることはもう簡単です。過去にとらわれず 今を生きる自、まあ、自分は自分はこれを読むともう人間関係とか過去の失敗にとられるっていうことの意味が全くないってことが分かりますもしチームや顧客に嫌われたってみんなのためにやるべきことをやればいいんです嫌われる勇気を持ってもうズバズバ行動を起こす人材に変わることそれが重要なんです特にエンジニアの皆さんは、まあ、周りから優しいっていうふうに思われていて、まあ、自分でもそう思ってると思いますでもそのままで本当に良いマネージャーになれるでしょうかもうマネージャーとして成長してないエンジニアのパターンっていうのはもう9割方このパターン もう優しくてもう言うべきことが言えず、まあ、人を動かしたり引っ張ったりできないっていうパターンです、まあ、例えば優しいマネージャーは部下に仕事を振らず、まあ、自分でやっちゃったりします、まあ、少しでも成果が出たり成長したらもういっぱい褒めてあげます、まあ、本人が傷つくようなことは言わず、まあ、トラブルになりそうだったら率先して動いて丸く収めます、まあ、そしてまあ本人がいつか成長するんじゃないかっていうことで気長に待ちます、まあ、皆さんも大いに思い当たるところあるんじゃないですかでもこれ僕に言わせれば優しいとはもう全然違います 単なる臆病者です、まあ、要は相手を傷つけるのが怖いあるいは自分が嫌われるのが怖いっていうことなんですということで自分のために相手の成長を妨げているっていう意味ではむしろ自己中心的と言えると思いますそれでは勇気があるマネージャーっていうのはどうするでしょうかもうやってあげるんじゃなくてやらせてみますもちろん失敗した時の責任は取りますもうそしてもう簡単には褒めずその代わり認めますお前ならできる信じてる 俺がついてるっていうやつですね。そしてもう気になったこともうバンバン言います。まあそれでもし嫌になっちゃっても投げ出した逃げ出したっていう場合も、まあ、自分が何とかするっていう覚悟も持ちます。また見解やトラブルも恐れずもう本質を追求します。もう部下を守るため仕事の質を下げたり緩めたりなんてことはもう絶対にしません。もう気長に待つなんてこともなく期日を切りプレッシャーも与え責任も裁量も与えます。プレッシャーが最高の工事だってことも知ってます。もう嫌われることも厭わず裏切られるかもしれないけど 信じて、まあ、トラブルになっても自分が何とかするんだっていう、まあ、勇気を持つことが大事なんです、まあ、ここでじゃあ優しさは何かってことも少し考えてみましょうあなたはこの2つだったらどちらについていきたいですかまあもう決まってますねもちろん 優しいし、勝てるリーダーだったら最高かもしれません。ただ、まあ、あなたがリーダーの天才じゃない限り、その域に達するのはもう5年以上かかるでしょう。なので、優しくて強いリーダーを夢見て、まあ、単に優しいだけの全然勝てないリーダーになっちゃう人がもう非常に多いんです。なんで、まず勝つことに集中して、そのためには厳しいことも勇気を出して伝えましょう。それが第一歩です。どうでしょうか少しだけやれる気がしてきませんかでも、残念ながら、この動画を見ただけでは、 あなたは変わりません人が変わるのは情報ではなくて行動です行動して結果が出た時だけ人は成長しますなのでこの動画があなたが行動するきっかけになれば幸いですじゃあ実際にマネージャーになるっていうためには何が必要でしょうかもう超簡単です もう自分から何でも言い出しましょう。まあ、オフィスの掃除でもホームページ更新しますよとか、まあ、部活を始めたいとか、何でもいいんです。言い出して行動しちゃう、実行しちゃうっていうのがリーダーシップです。で、それを続けてると、自然とマネージャーにならないかって話が来たりします。まあ、そういう時は、もう思いっきりやりますモード、発動で、もう何でも背負ってガンガン行きましょう。もうあっという間に成長するはずです。今 手を挙げる人っていうのは本当に少ないんです。誰でも簡単にリーダーになれるんです。そういう風うにやって、何をやってもうまくいかないんならまあ、転職してみるのも一つの手です。まただ、もう大抵はなんかリーダーやりたいという意識だけが大きすぎて全然そういう行動が伴ってなくて。 それでなんかちょっとずつ不満が溜まっちゃって転職しますという人が多かったりするんでとにかく行動を起こしまくって周囲に貢献してみてくださいどんな職場でも認められる人は認められますということで今回はマネジメントが苦手だって思っているエンジニアに伝えたいことを伝えました最後にアドバイスですが、まあ、マネジメントにはもうストレスがつきものですなのでストレスから逃げずストレスと向き合うことを覚えましょうもうどんなプレッシャーも,もういつかは慣れますまたそれであのマネジメントについて 悩みすぎないいでくださいドラッカーによればもうマネジメントがやるべき仕事って、まあ、結局のところ成果を上げる、まあ、つまり勝つこととチームを育てるもうこの2つだけなんですよそしてもういろんな失敗も屈辱も裏切りも必ずいろんなものが襲ってきます、まあ、でも、まあ、いいじゃないですか自分はやるべきことをやっていて顧客にもチームにも貢献するんだっていう気持ちを持っていればもう何も恐れることはありません嫌われる勇気を持って一歩一歩強よリーダーになれるように 楽しししみながら一緒にステップアッププアていきましょうそれでは一緒に頑張りましょうつよつよチャンネルでは全国のエンジニアの皆さんの役に立つ情報をどんどん配信していきますんでぜひチャンネル登録をお願いします。